グアムを訪問している稲田防衛大臣はアメリカ軍の最新鋭・ミサイル迎撃システム、サー r d を視察し日本に導入するかどうか検討する考えを示しましまた。新たな脅威の段階に入っている北朝鮮の対応としてその能力強化策の一つとなりうるというふうに考えておりますので。 稲田大臣が視察したサードは現在日本に設置されている地上配備型の迎撃ミサイルパック3に比べ高い位置でミサイルを迎撃することが可能です稲田大臣はサードの導入を一つの選択肢として検討するため防衛省内に検討委員会を早急に立ち上げる方針を示しました